クルーズフェリー飛流は、有村産業が運行していたフェリー。飛流2の代替船として、船舶整備工団の共有建造制度を使用して、三菱重工業下関造船所で建造され、1995年に、名古屋大阪那覇宮古石垣キールン、高尾航路に就航した。本船に続いて、クルーズフェリー飛流21が建造されたが、一部構造が異なる。 有村産業は1999年6月23日に会社構成法を適用したが、2008年6月23日に構成手続きが廃止となり、事実上破産したため、航路休止となり、本線は鉄道建設、運輸施設整備支援機構に移管され、両線のクルーズフェリー飛流21、フェリー海流とともに、常石造船で形成された。2009年12月、 韓国の DBS クルーズフェリーに約7億円で売却され、ピング3となった。イースタンドリームの大船として、境港東海ウラジオストック航路に就航する計画であった。2010年、担当国際航運に売却されオリエンタルパール6として、担当2川航路に就航している。旅客設備を重視した設計で、船内にはエスカレーター、エレベーターが設置され、 全部屋がバストイレを備える豪華仕様であった。エントランスホールにはシーサーと瓶型があしらあれ、廊下には石、イサム等が置かれるなど、沖縄をイメージした内装となっていた。ありがとうございます。